今ですね、9月の、えー、10、あ、9月ね、10月の、えー、6日の今、お昼12時半ぐらいですね、ちょうど、えー、無事ですね、新潟県の長岡市かな、の、えー、会場がよも、よもぎら、え、えなんとか温泉なんですけど、よ、えー、っと、忘れましたね。でその 会場に行く前に、ちょっと交流神社だかな高い竜って書いて、交流神社に、えー、寄りまして、で、かなり急な階段を上がって、あの、ちょっとバテたんですけども、で、それで参拝をさせていただいて、で、今、あの、戻ってきて、えー、これからね、会場に向かうと。もう会場はすぐ5、5、6分ぐらい、あ、あの、車だったらもう数分で行ける場所なので、<laughs> これから会場に入ってですね、学んでいきたいなというふうに思います。 でまあ、とにかくこう素直な気持ちで、えー、知識、余計な知識とかね、あの一切こう捨てて、そのまあ、先生に対しての、えー、学びっていうのをしっかり、ね、吸収したいなっていうふうに思います。まあ、それぞれ本当に素晴らしい人がたくさんいますので、その方たちにまあこうやって、ね、学びをいただけるっていうことはありがたいことであるなと思いますし、まあ、僕自身これをまた実践に、ね、活かしていければと思っております。ということで、えー、今回は、ね、以上になります。ありがとうございます。